勝ち点1を分け合うという結果になりました。振り返っていかがでしょうか。まあ、ベストは尽くしましたが、点数取れませんでした。残念です。その得点を取るためにあとどこが足りなかったとお考えになってますか。まあ、最後の、まあ、シュートだったりラストパスだったりクロスだったりそういう精度が足りなかった。そこを改善すれば、点数は取れたんじゃないかなと思います。まあ、逆に言いますとこう無失点で抑えたそういったところに関しては監督どう評価されてますか。危ない場面 ありましたけども良かったと思います。キャプテンの奈良選手を筆頭にですねこうラインのアップダウンがかなりしっかりできていた印象だったんですがそのあたりチームとしての狙いはどういったところなんでしょう。まあ、普通 そのラインコントロールだと思うんですけど今日は少し甘かったと思います。前半から、まあ、ハーフタイムも指示しましたけども、まあ、そういう意味ではいつもよりも少し、そこは甘かったんじゃないかなと思います。ただ前線からの守備でゴールに迫るというところもありました。そのあたりはどう見てました。まあ、そういうプレーも他の形も攻撃の形なので、そこから得点という形に惜しかったですね。はい、ただこの後も天皇杯ルヴァンカップと続いていきます。次に向けても一言お願いします。まあ、これまで通り、次の一戦に向けていい準備していい戦いいい試合にできるようにしていきたいです。ありがとうございました。